はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。富江様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。日テレ、自民党員に聞きました。本当は、総裁選は誰に投票しますか。結果これですね、無差別に電話かけて自民党員ですかもしかして、って聞いてですね、そうだって答えた人の答えを集計したそうであります。こういう言い方してんのは、高市さんになんでお前らが自民党員の名簿持ってんだって突っ込まれたから、こういうことにしたのかなっていう気も若干するんですけれども、石破 25%、 高市さん 22%、 小泉 19%、 上川 9%、 林 5%、 河野茂木 3%。 いやー、6位かー、落ちぶれたなー。河野太郎、加藤 1%、加藤さん、岡山県の議員で、小野田紀美さんいやいや推薦人にならされてるような、そんな地域しがらみっていうか、普段しがらみのない政治をとか言ってなかったかっていう話なんですけれども、めでたく高市さん2位浮上、小泉進次郎3位転落であります。石破、小泉、高市の順だったのが逆転してますね。テレビで小泉進次郎しどろもどろであっさいことしか言ってないので小泉離れが起きているんだろうか。世論です。初の女性総理誕生か。河野はこれで希望なし。希望ないね、もうね。6位じゃね。進次郎の人気が落ちてきているじゃん。なぜ、石破と決選投票なら高市さん勝てる。小泉は何か政策を語るごとに人気落ちてる。石破は党内に敵が多すぎる。まあ一回出てったやつだしね。党から出てったやつだしね。あといつも安倍総理のことを後ろから文句垂れてたしね。株市場と経済に良い影響ありそう。調査では高市さんトップだわ。進次郎はただのバカじゃなくて有害なバカということがバレてきたから。河野と同じ解雇規制緩和で失速。年金80歳致命傷だろう。進次郎の平成別夫婦別姓推しで見限ったわと。別姓推しも言ってるみたいですね、進次郎。河野太郎 3% は、いや、落ちぶれましたね。前回は2位につけて決選投票まで行ったのにね、今回は残れそうにないですね。予選落ちですね。一般人はですね、史上初で訴えてる場合じゃなかったですね。その事実も報道されずで、結構マスゴミの縁もあると思うんだけど、傲慢なバカであることを隠せなかったんですね。マスゴミが全力でもですね。候補者集めた討論番組で、どんな人を官房長官に選ぶか聞かれた小泉。信用できる人、中学生みたいなことを言って、スタジオが静まり返ったみたいであります。テレビないんでわかりませんけれども、他の人はもっともらしいもっと詳しいことを言ってるんですけど、信用できる人とか、中学生がつ、あるいは小学生が、80歳年金や解雇しやすくも致命傷かな。あとはこれが知れ渡ればですね、テレビしか見ない自民党員も呆れるはずだな。もしかすると自民党員の大半ってリタイアしてて、すでに年金もらってんで、雇用、解雇規制緩和もですね、80歳年金もオラには関係ねえだって全然影響ない可能性もわずかにありますね。こういう調査で毎回石破が1位になるのはいつものマスゴミの願望の表れですね。石破はいつもいつも世論調査1位だが総裁選4連敗4度あることは5度ある。前回は決選投票にも残れず、なのでここは無視していいっすね。マスゴミが出してくる石破1位は毎回無視していいんじゃない？ 2 位以下見ればいいんじゃないか。経済に好影響、調査は高市さん圧倒的トップでありました。これでも財界は操りやすい小泉を担ぐんだろうかな。高市さんの方がいいのにな、経済には。企業が解雇しやすい環境を作るのか。小泉進次郎、違います。今も課題解決してないのは、正規、非正規の格差なわけです。非正規の方が正規で雇用されやすい環境を作っていくことを考えると、労働市場の今のルールを変えないといけない。大企業に再就職支援を今まで以上にやっ
っていただく。ちょっと何言ってるか全然わかんないですね。何言ってんだろこいつ。正社員を敵扱いしてなかったか。全く違う話で軌道修正じゃなくね。おぼろげに浮かんできたんだろうな。自分が言ってることを理解してないからすぐふらつく。だからその正規とやらが事実上の非正規でしょって話。まあ非正規でもすぐ首切られるんじゃ非正規と同じだわなって話かな。既得権益をぶっ壊すんじゃないんですか。やだ、本人は何も考えてないし考えられないだろう。よく分かってないまま発信して発言してそう。経団連に挨拶まで行ったくせに否定すんの。天次郎になってる。うまいこと言うな天次郎。まあコロ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 、推薦にどうすんだこれ。正規非正規の格差は是正すべき。わかる。非正規が正規で雇用されやすいルールに変えるべき。これわかんないな。なので企業に再就職支援をさせるべき。全然わかんないなこれな。非正規が正規で雇用されやすくできれば、これに越したことないですけど、優秀ですけど、一体どうやってやるんだよ具体的には。そのためにですね、企業が正社員を抱えること、なかなか首切れないんじゃ腰引けますよね。恐れないように解雇しやすくしろって話じゃなかったの？なかったの？非正規が正規で採用されやすくするために、正規の首を切れるようにする。つまりですね、正規の立場を非正規に近づける、落としてっていう話じゃなかったの？なんで違いますって最初に断言できんのかな。こういう話じゃなかったの？非正規がポンポン正規で雇用されるならその間の格差は問題にならなくなるのでは、なるのでは。正規非正規格差がひどい、言っても非正規がすぐ正規になれるんだったら別に良くなるのでは。これも分かんないですね。なので企業に再就職支援をさせるべき。これが一番分かんねえな。これと非正規が正規になりやすくするのが何が、あれなんでしょうね。企業が見切って見放して解雇するダメ写真の、面倒どうして見なくちゃなんだよね。仕事が減った社員を整理しなくちゃって場合は再就職まで面倒を見ろよっていうことなんでしょうかね。そしたらそんなことしなくちゃいけないってなったら、ます逆で正規の社員抱えないようにしない、するんじゃないんですか。小泉先生、多分自分で何言ってるか分かってないですよね。解雇しやすくしてよっていうのはパーケンしこたま買ってくれるんですね。経団連その他財界の意向、まあ企業側の意向なんでしょうけど、解雇されやすい職場で働くと人はどうなるか。どうなると思います？皆さん。自分に不利な情報を隠すようになる。例えば、自分がいなくてもこの仕事回るなとか、自分より他に向いてる人がいるなであるとかの情報を隠すようになる。で、私よりこの人の方が向いてますよって言わなくなるっていう。末端の情報隠し。これは軍隊とか、準軍隊の警察や消防なんかでやったら解雇とかね、組織の致命傷ですよね。そうすると情報隠しがないか監視監督しなくちゃいけない。そのためのコストが発生するんですけど、情報隠しゼロにはできまい。ゼロには、どんだけ、防止できるかが組織の命に関わる、けれども情報隠しは少しもない。ゼロにはできまい、状態にはできないっしょ。できないっしょ。これ情報隠しはうちはゼロです。言えないっしょ。解雇しやすさと情報隠しを天秤にかけて賢い経営者ならどっち選ぶんでしょうね。今でも正当な理由があれば解雇できるしさ。あと必要最低限の正社員解雇しにくい。あとは外注出すとかさ、そういうのも今会計とか総務的な仕事はどんどん外注に出すみたいですね。人事管理とかね。正当な理由、解雇できる場合、人員削減の必要性が確かに存在する。まあ、売上半分になっちゃったとか、解雇回避の努力はしたが、今に至る。それに対して、努力はしたんですけど、どうにもなりませんでした、という事実。対象者選定に合理性がある。なんとなく気に入らない。じゃなくて、ちゃんと理由がありまして、年取ってる順から首切りますとか、若い順から首切りますとか、
きちんとした手続きの妥当性、これは法的手続きでしょうね。この4条件が揃えば今でも正社員解雇できるんですけどね。あとは早期退職金上積みで金で解決とかさ、公務員は周囲が寄ってたかって説得して自主退職、自主辞職ってパターンが多いそうであります。これは法務省官僚に聞きました。小泉はこういうのは少しも理解してないよね、確信なんですけど、言ってることがおかしいもん、いちいち、どういうことみたいな。どうして夫婦別姓が経団連その他財界の企業側のメリットになるかよくわかんないんですよね。私には知ってる方いたらコメントで教えてください。財界の意向をめちゃくちゃ浴びてる小泉進次郎、総裁選で夫婦別姓推進の立場をはっきり示して議論している、仮にその政策を唱えている総裁が誕生した暁には自民党一丸となってその方針を賛同いただくことになる。つまり自分が総理になったら自民党は一丸となって別姓を ししろよ、いう、朝日新聞に断言しておりました。こりゃ朝日も喜んだことでしょう。神輿は軽くてパーがいいってさ、世論です。親子2代で日本ぶっ壊す感じ。どうでもいいが、こんなのが総裁選の争点なのか。50分の総裁選討論みたいなの見たけど、これに20分ぐらい使ってたぞ。議論の優先順位がおかしい。後ろ盾が別姓賛成派の菅だし、経団連のお墨付きも本当にこいつになるのか、冗談だよな。別姓とかレジ袋かとかどうでもいいんだが、別姓やら同性婚言ってるのは世間がそれらを支持していると思ってるから言ってるわけであって、その時点でずれてんだから他の法案でもずれたことをしでかす可能性大。雇用だけじゃなく戸籍まで破壊しに来てるけど、こいつ操り人形にしてるブレーンやばくね。総裁選で夫婦別姓を議論してほしい 1% だったのにね。50分のうち20分ぐらい夫婦別姓について、9人の候補でやいのやいの話したそうであります。まあテレビの意向でしょうねこれね。何20分も熱弁振るってんでしょうね。これ多分誰かに言われたこと何も考えず喋ってんでしょうね小泉進次郎はね。解雇自由化、年金80歳、夫婦別姓、すげえな小泉。この調子だと LGBT も多分推しなんでしょうね。まあいいんじゃないですかみたいな。朝日をはじめとする反日マスゴミは石破でも小泉でもどっちでも嬉しいんじゃない。もちろん河野でも嬉しいけど、まあ河野は人気だだ下がりで落ちぶれて目がねえからね。願わくばの投票日までもっと化けの皮が、小泉の化けの皮が剥がれて党員に呆れられるのを希望します。そして総理は高市さんでお願いします。今日の単身です。 NHK グローバルメディアサービスのチーフプロデューサー細井志郎62歳、偉いんだ、偉いよなこいつ。渋谷駅の駅員を何度も殴りたい、ひでえな。 NHK グローバルメディアって例のですね、慰安婦忘れるなの放送テロを起こした中国人バイトがいたところですね。 NHK 関係者の犯罪率は一般企業の約50倍です。 NHK 関係者が逮捕されない年はありません。もしかしたら月もないかもしれない。毎月誰がは逮捕されてるかもしれない。こんなに毎年毎年欠かさずに何人も何人も逮捕されてる組織は NHK 以外はない、ないないな、ありえないな。なぜそうなるのかわかんないんですけど、もともと犯罪傾向が高いやつが縁故で就職するんだが、それとも普通の人間でも NHK で働いてるうちに人間が腐ってきてそうなってしまうのか、それともその両方なのか。河野太郎再エネタスクフォースに中国企業作成の中京企業作成の資料を持ち込んだ自然エネ財団、これ菅直人と孫正義が作ったやつですね。2035年に再エネ率 80% 達成、原発や火力を排出しても大丈夫。とんでもないこと言い出しましたね。まあ中京の意向なんでしょうけど、8割達成で、原発火力排出って残り2割どうする気なんだろうね。夏場の電力余剰率は3% 切らないようにって経産省を定めております。 3% は余力を持たせること、それ以下になったらニュースになるぐらいシビアなのに 20% になったらどうすんだって話ですよね。まあ自然エネ財団も中京なんでしょうけどね。
でなければあのそこの人間がね2人も同じ中共の犬の河野太郎の有識者会議に参加できるわけもないし、資料まで持ち込んで東京弁護士会に苦情が年間2000件以上年々増加だそうであります。依頼した弁護士と1ヶ月以上連絡が取れない。なんだそれ、夜逃げか。着手金払ったのに弁護士が何もしてくれない。ずいぶん面の皮厚い弁護士もいたもんで、急速に弁護士の信用が失われていっている模様であります。まあ民主党がですね、あの弁護士資格の国籍情報を外しましたんで、一見日本人でも実は外国人という弁護士も増えました。もちろんログでもない日本人弁護士も数多く存在してんですけれどもね。誰でもなれます弁護士、国籍もあの問いません。今そうなってます。ロースクール行くか、まあ、あの法学部大学院相当ロースクール行くか、まあ、2、3年かな、予備試験っていうのがありまして、司法試験予備試験っていうのがありまして、予備試験に受かったらあの年齢も国籍もあの何も問わないで、あの司法試験受けられます。でですね、あの予備試験受かった人の司法試験の合格率が 95% ぐらいですよ。あのもしかしたら予備試験の方が難しいんじゃねえかぐらいの勢いの試験がありまして、これパスするとあの誰でもね、どんな人間のクズでも弁護士になれてしまうって、こういう、なんあの人格でちょっとあの奮いかけるっていうのも弁護士とか医師とかはやってもらいたいですけどね。なんだかね、会計士とかは別にいいや、人格あんまり関係ないから。なんか中断ないのか、そういうあの数値化できるようなのって考えちゃいますよね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。